はい、ユーロ円です。ユーロ円この1本取れました。ショートでエントリーしたやつが取れました。30ピップですね。30ピップ、これは会心のトレードでしたね。だいたい昨日ぐらいからエントリーしとったんですよね。昨日ぐらいからエントリーしてて、ショートでエントリーしてたんですが、昨日のこの辺ぐらいからエントリーしたんですよね。で、なんでここでエントリーしたかです、なんですけど、ここにね、こう水平線、引くと、これですよ、これ。前回ここでね、止められてたん、これ、サポートされてたんですよね、この線でね。この線でサポートされてて、で、こうぐーっとこのサポートが抜けて、で、またこのラインに戻ってきましたね。で、またこう来て、ここで上に行けません。で、またこう来て上に行けないってなった時に、この MACD がね、こうちょーっと下に行きかけてたんですね。なので、これは下に抜けるなと。で、長期の EMA もね、こうずーっと下向いてるんで、まあ下に行く、全体の流れ的にはもうショートだなーって分かってたんで、下取りました。これは会心の出来でした。これ、4時間足で見たら、4時間足なのでこんなんですけど、まあ大したもんですよね。で、これ例えば2時間足で見ると分かりやすいですよね。まあ大きな足に流れ、合わせていくんでね。はい。大きな足に合わせていくんで、まあ2時間、1時間30分、15分、5分、1分などはもうパズルです。2時間足でもそうですよね。さっき言ったこの水平線がここでしっかり受け止められてます。これがね、もう2時間足だったらこっちにないですけど、こっから左側ではこうしっかり上から下にサポートされてたわけですから、これはなかなかここは上にはいかないんじゃないかと、そういう予測を立ててました。で、損切りはね、僕は切りのいい121.500 で入れてましたね。この EMA を超えてちょっとしばらくまたこの余裕を持たしてね、入れてました。で、リミットというか利食いはね、この前回の止められたここですよね。ここまで、ここというふうにも決めてましたね。なので会心のトレードでしたね。ただこれを狙うために1日一晩ずっと持ってました。なかなかね、エントリーしてからすぐこれが出ればいいんですけど、なかなかそこまではいかないですね、僕の力では。これ1分足です。1時間足です。1時間足で見るとズドーンと下に抜けてますよね。1時間足ではね、もう下にこう壁がね、 EMA の壁がこうぐーっと来てるんで、こうぐーっとこう来てるんで、まあやっぱりこれぐらいで利食いしてちょうどいいと思いますね。ちなみにこれがなんぼの EMA やったかな、とりあえず146とかそんなんです。長めの EMA ですね。長めの EMA です。で、これ30分足だと、ほら、ズドーンとね。いやー、これ取れて気持ちいいですね。気持ちいいです。僕がエントリーしたのが、この辺か。この辺なんですよね。僕はこの下に行った時にもうこのまま抜けると思ってたんですよね。まあ、なかなか相場はそう簡単に、思い通りに動いてくれなくってね。で、一回戻したんですよね。戻したんですけど、前回の高値、ここですね、ここ。で、ここのラインがね、さっきも言った通り、30分足ではこんなんですけど、4時間足ではもうね、だいぶ注目されてた、レジサポ転換線なんで、まあ、ここから上には抜けないだろうと。
でもし抜けたならもう素直に負けを認めようと、そういう考えでいてましたね。でズドーンと抜けました。いやー気持ちいいな。じゃあちょっと15分でも見てみましょうか。ほらズドーンと抜けてます、抜けてます。これ全部合わせるとね分かりやすいですよね。これがあの長めの EMA で、これ短めの EMA でしっかりこうクロスしてますよね。ただこれがねなかなか読めない、ここでエントリーできたらいいんですけど、僕はまだまだ初心者だなと思いますね。ともあれ会心のトレードができました、ちなみに日足で見てみましょうか。日足で見るとほんのこの部分ですけどね、この部分ですけどね、あのサイクル理論的にもそうですよね。こうぐーっと上まで行って、いわゆるレジサポ転換線がここにあって、この辺でちょっとねあの上げの勢いが弱まってたんですよね。上げの勢いが弱まってて、しかもそれがねこの黄色の EMA を抜けなかったんでね、これは下に行くなと思ってね、いろんな角度からねここはもうショートでエントリーして見事にいただきました。ありがとうございました。そしたら会心のこれを、これのドアップで今回のエントリーのあれですね、記録にしておきたいと思います。まあ僕自身の記録でもあるんですよね、忘れないように。会心のトレードでした。